学ぼうということでございますね。常識ですか？福岡の常識それぐらい知ってますよ多分。みんな福岡県出身なんで。そうですね。生まれてから福岡歴何年だ？だ一人ずつ喋らんか。さあ今回はですね、そんな福岡に関する常識をクイズ形式で出題していきますからね。もちろん正解数が少ない人にはですね、まあ恐ろしい罰ゲームが過去何人も泣いておりますよね。はい。第一問。最初の問題はこちら。ね、雑書の熊を漢字で書きなさい。雑書の熊。初めて聞いた。雑書の熊よ。雑書。正解はこちら。雑書の熊は福岡市と大野城市にまたがる地域です。福岡出身なら聞いたことあるはずですが。中西くん行ってみようか。はい。じゃんじゃん。雑書の熊。チュリさん、それ早速もう熊の字が違う。嘘。難解な。ごめんなさい。雑草のタイって書いてね。と書いて雑書の熊。はい、そうです。下野くん行きましょうかね、はい。答え発表してください。行きまーす。こちら。雑書の熊。おお、これ何ですかじゃあ。一体何でしょう。熊の種類とかですか。熊の種類。福岡に福岡で生まれた熊はこう呼ばれちゃうみたいな。この熊は福岡で生まれたんですか。あ、じゃあ雑書の熊ですなこの後。そんな感じなんですか。はい。雑書の熊と。地名？おお、地名。地名なの？正解はこちらです。なんですか？この漢字。雑書の熊です。待って、真ん中の漢字見たことないんですけど私。ない。雑書の熊。習ってない。習ってない。わかんないですもん。習ってないですもん。よーバラバラ喋る。第二問。はい。ここどこだ。どこですか。ねえ。ね。九州らへんですか。そうそうそう。まあ文字港あたりでしたいな。知らないです。橋もありますな。ここにはね。橋もあろうが上。なんかわかる。なんだろうなんだろう。正解は関門海峡。下関の関と文字の門をそれぞれ一文字ずつ取り関門と呼ばれるようになった海峡です。福岡県民なら知っていて当然ですが、若田部は瀬戸内海峡、中西は丹の橋海峡と答え不正解。残る下野は答えどうぞ。門石みたいな。なんで？何？あのなんかあの文字と下関あるじゃないですか、うん、あそこの多分どっちかの文字を組み合わせてできたやつですよね。でその名前が門石海峡。なんだっけなんだっけ、こんなやつ、こんなやつで全員不正解。正解はこちら。あー、わかるよ。惜しい。ねえ、今わかった。第3問。はい、この魚ね、スズメダイを使った福岡の名物料理を答えてくださいということでございますな。正解は炙ってカモ。炙って噛むことから名前がついたとされています。調理の手順を見てそのまま答えてもらえばもう正解にたどり着くはずでございます。これはもう分かるってことですね。そうそう、ですからもう見た方が早いだろうということでね、もう何とか正解してほしいんで、はいはい、実際に調理しているところを今から見に行きたいと思いますんでね。おさあこちらでございます。はい、すごい、このスズメダイですよ、もうこれね、はいはい、はい、もう見逃したらいかんよ。え、焼く、いや、これほら、これもう塩見て、違う、塩まぶしてある。これ焼くだけ。焼く、え、何焼くのかな、これは焼いてるのかな。塩炙ってる。あー、なるほど。炙ってる。え、何、え、炙ってる。おー、出してみましょうか。あー、いい感じでございますな。はい、じゃあね、ちょっとさらにこれ食べてもらいましょう、せっかくですからね。はい、じゃあいただきます。いただきます。カリカリっちゃけど、あ、カリカリ、ちょ、え、なに、え、美味しそう。もうこれ丸ごといけちゃうんですよ。うん、え、丸ごといけちゃう。美味しい、美味しい。さあ、何した今。
塩。何した？網焼き。炙った。うん、それだけで。炙った。どうやって食べた今？炙った。ハンダ。あハンダ。あすごい。何しただけ全部。さあ答えを書いてください。焦げんして調理して焦げん食べただけですたいな。それが転じて転じてなんかありそう。若田部君行ってみよう。はい、炙りかぶり。答えはこちら。炙ってかも。かも。炙ってただもう噛むだけ、食べるだけっていうね。もう絶対わかんない。噛むが転じて炙って噛む。全員正解。第4問。はい、皆さんラーメン好きですか？大好きです。あ、これはもういけるね。まあね、福岡ラーメン食べるときは麺の茹で方っていうのがありますね。はい、それが問題でございます。バン。はい、このようにですね、福岡では麺の茹で方にもいろいろランクがあるわけでございますね。上に行くほど硬いということになってます。あれ、さあこの針金の上にまだもっと硬いのがある。硬いのがあるわけです。そんなのあるんですか？針金ね。さらに硬い麺の茹で方を何というでしょうか？お答えください。正解は粉落とし。文字通り麺についた粉を落とす程度の茹で方です。じゃん、生茹で。おー、生茹でポキって言っちゃうぐらい。ポキッそれ乾麺かなんかなんかな。最初じゃらん、そのままそのままって何？なんか麺はどうしますか？じゃあそのままで。あ、OK です。多分それスープにもつからんで出てくるじゃないと。いきます。じゃん、鉄。鉄。針金の上やから。針金よりも硬いんだったらもう鉄でしょみたいな。もう鉄の塊みたいな。正解者おりません。あ、そうですか。正解はこちら。粉落とし。何ですかそれ。粉落とし。粉落としただけ。粉落としただけ。そう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 。いよいよ最終問題。全員が0ポイント。この問題に正解しないと罰ゲームが待っています。では最終問題はこちら。博多一本締めをやってください。正解はこちら。よーもう一つ、よーさん。はい。おー早い。中西くん一本締めですよね。いきますよ。よー。違う。こういうのじゃないですか。山笠見に行かん。おい、山笠やりますよね。うん、行った。やります、やります。はいはい、若田君。あー、雰囲気わかる。最初よーで始まる。はいはいはい。はいはい、中西君。よー。違う。違う。はいはい、違う。はいはい、島野君。よー。もう一つ。うん、最後にみたいな。あー、多い。ちょっと4ついった。今リズムいい。もう回数だけでいこう。はいはいはい、はい、中西くん行こう。よー、もう一つ。よー。うん、正解。いいの。やった。ちょっとリズムはもうちょっと多めに見ました。ありがとうございます。下野くん、若田部くん、罰ゲーム。頑張れ。うわ、苦っ。薄っ。薄っ。おー、一気にいくね、二人とも。切りそう。薄っ。二人のリアクションが薄かったので、リアクションのお手本を見せてもらいましょう。リアクション、リアクション大王がいますから、ここ。待ってください。リアクション担当がいますから。私、かけましたよね。
出たー